えー、あとさ、そうそう、あのー、これちょっと実際調べてないから、あのー、メールで見た話なんだからわかんないんだけど、えー、っと、誰だっけな、えー、っと、繁盛ラップを朗読している YouTuber がいるのよ。登坂純一さんっていう方がいらっしゃって、アナウンサー、そう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 ,そう。で、なんか、どうやら、あのー、俺の視聴者が作ったラップを、 なんか朗読であ、えー、げたんだって、うん、そう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 で俺さなんか繁盛ラップをそもそも読むっていうのはさあれ能動的に読んでんのかなこうやってあの多分いろんな芸人のネタとかを読んでるあの YouTuber の方なんだけどあれかな視聴者とかその見てる人からなんかこれ読んでくださいっていうのを投稿してそれで読むやつなのかな読ませてるのかあれって。 芸人のネタを読むってなんて分かんないけどなんか,なんか芸ジャルジャルのなんか芸を読むみたいな感じで <laughs> それでも能動的に読んでるのかいやならさ別になんかしょうがないけどなんかほら人,人から読めって言われたのをさあの読んでなんかねえあれだったらなんかちょっとどうなんだろうってそううん分かんないけどだってそこそこ いいいしょあのなんか調べてみたら40何歩ぐら何俺さ分かんねえ俺アナウンサーの人とか全然分かんない俺あのバードしか知らないバードとえー、っと誰だ安住しか知らねえやバードとなんだっけ羽鳥そうそう羽鳥アナウンサーとよっちはあれだったわ、うん、あのその時よっちと一緒に見ててさ NHK って文字見た瞬間にやつ目の色変わってたけど。 それ以上言わないけど「はあ!」たいな感じでうんそれ以上は言わんわなんか <coughs> そう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 まああのー、なんかそうそうそう,うなんかその俺の視聴者がまああの段家さんが作ったやつかなそうあげたんだけどなんか非公開にされたってことです何な,なんだろうなんかねなんか俺が悪いような気持ちでまあ俺が悪いわけじゃないと思うんだけどなんかねえ のん、あ、ダンケさんたちじゃないんだ。あ、ごめんごめん、そう、あ、そうなんだ。あ、なんか、布団ちゃんラップって書いてあったから。あ、初代の方か。なるほど、なるほど、なるほど。なんかね、なんかね、ね俺、なんか、俺が、俺がいけねえことしたんじゃねえかみたいな気持ちになっちゃって、申し訳なくてさ、なんか、なんか、なん、なんなのあの、腫れ物みたいな感じあの、触れちゃいけない会話みたいな感じなのかな。普通に飲料とかが悪かった。それあげる前から、 わかるだろ、それ。だって、生放送じゃねえんだしさ。生放送じゃねえんだから。あげる前にわかるだろ、そんな。<laughs> ねえ、あれ。あ、だからあれを、なんかその、能動的に読んでんのああ、あれか。脇がちき、たちまち、たちまち、みたいなやつか。ああ、いや全人、全人類的モラトリアムのやつね。はい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 。あ,あったね。木島明日香も、取り巻く、みたいなやつね。 うん <laughs> えー、読ませたやつが悪い。だまあ、あれだよね。能動的に多分の読んでないよね。あれはな、多分な。多分あれ、あれでしょ。で、事務所に入ってて、多分そのマネージャーの人がこういうちょっと、あのやつ、ネタ面白そうなんでやってくださいみたいなきっと形だろうな、おそらくな。うん。一人で多分読もうって思わねえだろうな、おそらく。えー、なんかな。<laughs> そう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 。あの、すげえなんか、 やっぱりさ、メールが来るんですよ。お前のせいで、迷惑かかってるぞ、みたいなさ、俺わかんないからさ、あの、え、俺何またなんか、なんか、あれなのって。自分で、なんかこう、なんもやってないのに、みたいなさ、俺なんもやってないのにさ、毎回なんか俺のせいにされんだよ。うん。そう。